はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのは村作りゲームの新作ですね、スライブヘビーライザクローンというゲームになります。こちらね、前回ねゲーム紹介でもご紹介した一つのねゲームとなります。なかなかの期待作かなと思いまして、今回はねプレイテストができるようになりましたので挑戦してみようかな。基本的にはこのゲームねマルチでもできるみたいなんですけども、今回はねシングルプレイでいきましょう。そうすると早速プロビンスということで地域が選べるんですね。どこにしようかな。一応ここにしてみましょうかね。いろいろ旗とかもね変えられるみたいなんですけど、これでいきましょう。さあ、そしたらね始まりましたね。こちらが今回のマップでしょうか。キャラバンがね真ん中にいますね。お、すごいすごい、こういう感じになってんのか。外交とかトレードもね当然できるんでしょう。まあ我々のマップとしては非常に平坦ですね。あと隣の町に続く道でしょうかね、そういったものもありますということか。うん、それでは早速ですけどディプロイしていきましょう。よいしょと、こんな感じかな。そうするとキープ、いわゆるねタウンホールを作りなさいと言われてるみたいなので、ここにね作っておきましょう。そうすると人が出てきた。あ、ここら辺がまだねちょっとテストプレイ状態ですかね。人の動きが滑らかではないよということではありますが、数人が集まって一気にね資材、これはね木ですね、あとは石を投入してキープを作ろうとしているのかな。若干時間がかかりそうなので早送りしておきましょうか。それ以外はここにねいろんな物資が溜まっていいのかな。あとね人もいますよということか。じゃあ早速ですけど道でもちょっと作っていきましょうか。上にね木があるから上のね木をね採集する形で行けばいいのかな。道としてはこういう感じか。お、自動的にできるやつですね。そうかそうか。じゃあこうしとこうか。でここに伸ばしておいて木材なんかを取るやつも置いとけばいいのかな。ここら辺に置いておきましょうか。一つ。そして木を取る場所一つということかな。これはちなみに、あ、こうやってで場所をねこうどこまでね適用させるかね、どこまでね採集するかという範囲をね決められるということか。うん、さあそして引き続きですけども、ストックパイル、物置き場を決めておきましょうか。どこがいいんだろう。ここら辺がいいかな。お、できたできた。じゃあここね物置き場にしておきましょう。若干スピードが速いかもしれないかな。うん、そして食料庫も大事ですよね。食料庫、ここら辺に置いておきましょうか。コツンとこういう風にしておきましょう。あれ、なかなか人が、あ、動いた動いたね。なかなかこう固まっちゃう人もいるんですけど、それはビルダーが人数がね決まっているからなんでしょうか。そしてね井戸水ですね、これも重要そうだ。すぐ隣に置いといてあげようかな。ここら辺にザクッと置いとく。あれ、ここら辺がいいか。ちょっと出っ張っちゃうかもしれないけど、こういう風にしておきましょう。そして何よりもファーマーハウスということで住宅ですね。これは重要そうですね。さあ、そしたら夜のね8時になったから暗くなりました。ここら辺の雰囲気、霧が出る感じいいと思いますね。うん、じゃあ、あ、そうだな、ここにさ道ガーって作っちゃって、民家をねここに置くイメージでいこうか。こういう風にして、よいしょ、一つ二つ、どんぐらい置けばいいんだろう。三つ四つ、そしてこっち側にしようかね。こうして、はい、合計ね八つのね家を建てていきたいと思います。こんな感じだ。うんうんうん、さあ人が動いてないぞ。どうなってるんだ、大丈夫なのか。まあいいや。ちなみになんですけどね、左上からこれイベントログですね。何かイベントが起きたり建物が建てられるとここに表示されるよと。でこのゲームはね多分ね今後ね日本語化されると思うんだけど、現時点ではね日本語化はされていないという状況か。そしてこれは何でしょうか。ほう、いわゆるテックツリー的なもんですかね。ティア1、ティア2、ティア3と続いてますけども、これらをね解放することによって様々な機能が追加されるんだと思います。そしてこちらは外交ですね。他のね国もいたもんね。今のところ全部フレンドリーと書いてあります。そしてトレードか。おお、これはねキャラバンを使って他国とねこうトレードする道をねこう作っていくっていうモードかもしれませんね。あとはこれ政治関係かな、タックスとかいろいろ書いてありますので、そういうことでしょう。そしてジョブ、仕事ですね。現在ビルダーになっている人が多分無職の人になるのかな。いや違うな、下に書いてあるな。
ビルダーが2人、あ、いいのかな？ね、こんな感じで、職業の割り当てができるんだな。ロジャーキャンプ、いわゆるね、木こりがちょっと多いので、人数下げておこうか。あ、違うんだ。これはプライオリティだ。職業プライオリティということになりますね。となると、人数管理はひょっとしたら、ここ直接ですね。ここだ。これ例えばさ、木こりさんは3人にしておきましょうか。ね。そして、石を取る人も3人ぐらいにしておきましょう。そうするといろいろスムーズにね、行くんではないでしょうか。ちなみにこれマーケットですね。ぐるっとね、することもできます。ズームはね、ここまでですね。もうちょっと近くズームできてもいいんじゃないの？このゲームね、結構ね、建設するときにね、細かくね、家がね、作られてるんで、もうちょっと近づけたらいいのかなと思いますけど、まあ、これもね、まだまだアルファ版、ベータ版といったところなので、いいんではないでしょうか。いいね、いいね。うん。こんな感じで、コン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 と作っております。物資を運んでおります。さあ、住宅ですけど、もう一人が入ってますね。これ男の人かな？ここはカップルで入ってるってことはないのかな？これは女の人一人で入ってますね。これまさか一人一人入っていくのか？そういうことなのか？家族は後で来るのか？どうなんでしょうか？あとはない物資もありますよと言ってますが、これは焚き火、あ、丸太がないのかな？大丈夫かな？ここで一応丸太を取ってくれると思うんだけど、あ、ちょっと待って、ここでウッドチョッパーとありました。これさ、ちゃんと丸太をさ、いわゆる薪にするやつですね。これは大事そうだ。じゃあここにね、設置しておきましょう。そして道ですね。すかさず道を作るのだが、どういう感じで作る？こういう感じにつなげておきましょうか。なかなかね、いい感じだと思いますね。続いて我々食料とか、あと鉄関係ですね。鉄なんかはどこで取るんだろうね。石がね、これだと思うんだけど、鉄はやっぱりちゃんとね、違う色になってるとは思うんだけど、現時点では確認できなさ、おっと待って、ここにあるぞ。お、これか。これですね、鉄。なんかこの青いゾーンの外だから我々の敷地外な可能性がありますね。まだまだ鉄は先だと思うんで焦らず行きたいところです。一方で、アップルオーチャードということで、リンゴの木ですね。栽培ができそうだ。ここら辺にやっておきましょうか。ね、そうしとこうか。よいしょと。ここからどんぐらい？おっと、結構スペース取るのかな？こんな感じにしとく？あ、すごい。一気に畑の出来上がりか。あとはフラックスですね。そしてハーブ。ほう。そしてヘンプ。ほうほう。ヘンプなんかはさ、服を作るだろうから、ちょっと大切そうな予感。なので、ここら辺にやっておきましょうか。こんな感じにしておこうかな。フラックスとかも大切だろうけど、一旦ね、こういう風にしておきましょう。そして、道を引き続きつけていきましょうか。こんな感じでね、どん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 伸ばしていけばね、立派なね、村が作れるんではないでしょうか。はい。さあ、そしたらばできたやつを見ていきましょうか。一応ここで資材置き場ですね。何が入ってるかここでね、パッとわかるんですけど、実態としては何も入ってないのかな。これは若干心配ですね。さあ、ここでいろいろ取ってくれてると思うんだけど、取っていますね。直接運んでる。はい、運ばれたのはここだ。大丈夫そうだと思うんだけど、ゼロと書いてあるのが、あ、大丈夫ですね。ラフストーン、いわゆるね、石は96個入ってると言ってる。木がないのかな？あ、あった。ログ62個ですね。そして今後プランクですね。板が作られるのがこの施設だと思うんですよ。ただし、人がね、アサインされてないので、ちょっとプライオリティを上げていくか。どうするかな？畑がね、結構人数取られている感じはしますね。二人ぐらいにしとこうかな。そうだよな。畑は二人でちょっと勘弁してもらいましょう。それよりもここにね、ちゃんと入ってほしいんですけども、入ってくれるのかな？一番下なんだよな。ウッドチョッパー。だから若干上にね、プライオリティを上げていきましょうか。上がる？はい、上がりますね。結構上がる上がる。早速二人入ってきましたよ。これは重要そうです。なかなかね、ここまでやった感じは結構サクサクできますね。さあ、そしたら気づけばね、3日目の朝6時ですね。今んところね、見た感じなんですけど、村人はね、寝てない感じがしますよ。大丈夫なのかな？一応家はあるけどね、と。なんだろう。これ、なかなか何かが揃ってないのか、まだ建てられていないのかな？人がね、入ってないですね。
多分さ、場所としてはこれでいいんだよね。ちゃんと道がつながっているから。なんでだろう。いろいろ問題がありそうですよ。ただ薪はね入りましたと。いくつかの品物が入ってないんだな。これ今後自分たちで作るか、もしくはねトレードしていかなければいけないということかもしれないですね。うん。まあ、とりあえず飲み物もねちゃんと取ってるし、あと石なんかも大量に取ってるから良さそうですよね。はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。なかなか面白いよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.